にちは、あきぴよです。今回は悪性リンパ腫の初期症状から診断されるまでのお話をしたいなと思います。まず私は2012年の、夏7月の最初に普通に朝洗顔をしたんです。でその時洗顔をしてタオルで顔を拭いてるっていう動作をした時に、たまたまちょうどここになるんですけど、ここにゴリって何か当たったんです。でそれが、悪性リンパ腫だった首のしこりになるんですけど、今まで私アトピーがあるので結構脇の下とかにはしこりがよくできるんですけど、あと太ももの付け根とか首にできたことってあんまりなかったんですよね。しかも本当に忘れもしないんですけど、もう触った感じがスーパーボールに近い、もう硬くてゴリッとする感じの、なんか嫌な感じのする硬さだったんです。で当時は、アトピーの炎症でただ腫れてるのかなと思ってたので、時間が経てば小さくなるのかなと思って気にしないようにしてたんですけど、やっぱり1週間経っても小さくならなくて、でちょうど8月に入って、相変わらずしこりはあるし、大きくなってるようななってないようなよくわからない状況だったんですけど、当時友達と浴衣を着て花火大会に行こうっていう約束をしてて、で浴衣を着るならやっぱりアップにしたいからと思って首を見たら、そのしこりがもう見てもわかるぐらいボコッとなってたんですよ。でこれはちょっと嫌だなと思って、一度病院で見てもらおうと思って、でその時何科に行ったらいいのかまずわからなくって、でとにかく近くに市民病院があったので、そこなら、いろんな科が揃ってるのでなんとかなるだろうっていう思いでとりあえず行ってみたんです。でそこの行きつけだったのかな、相談するところがあったので、ここにしこりがあるんですっていうことを伝えたところ、とりあえず皮膚科に行ってみてと言われたので、そのまま皮膚科を受診しました。で皮膚科で首のしこりがあって、あとはとにかく気になる症状はないっていうことを伝えたところ、普通に触られて、多分悪いものじゃないし、当時は糞瘤じゃないかなって言われたんですよね。糞瘤って知らない人がいるかもしれないので簡単に説明すると赤とか、あと皮脂が皮膚の下で固まっ袋状になって固まって、それがしこりみたいになってしまうことが結構たまにあるらしくて、でそれじゃないかって言われたんですよ。で特に血液検査もなく、もちろん CT もなく、でそのまま私もじゃあ多分この硬いのってなんかいろんなのが詰まってるのかな、なんかいろんな老廃物詰まってるのかな、やだなぐらいに、気持ち悪いなぐらいにしか思ってなくって、消えなかったら手術しなきゃいけないのかなとかなんとなく思いながら当時は帰りました。でそこからまた日にちが経って、今度8月の終わりぐらいだったかな、やっぱりもう見た目も気になるし、とにかくここにあるのが気持ち悪かったので、もう病院で切ってもらおうと思って、割と大きな皮膚科に行って切除してくださいっていう風に言ったんですでそこでも触診してもらって、やっぱり糞瘤だと思うけど、うちではちょっと手術ができないので、大きな病院紹介するからそこで切ってもらってっていうことで、もうその皮膚科が直接、外科手術の予約まで取ってくれたんです。で1週間後、大きな病院に行って、そこの外科でまず見ましょうってことで触診したら、もう触診した時点で、いやこれは糞瘤ではないでしょうってすぐ言われました。で、多分いろんな人も触ってるからなのか、本当にすぐ言われましたね。とにかく CT を早く撮ろうっていうことで、でそのまま CT をその日のうちに撮って、そしたら、やっぱり糞瘤じゃなくてリンパが腫れてるっていうことが分かったんです。そこで、同時に耳鼻科も受診してくれっていうことで言われてしまって、とにかく今日手術はできないっていうふうに告げられたんです。そこで、ちょっともしかしてなん
か良くないものなのかなって一瞬よぎりました。でそこから、その日のうちに耳鼻科に行って、ここでも触診とあと血液検査もしましたね。で触ってもらったら、確かに大きいし硬いし、ただしこりは1個しかないので、これですぐ悪性っていう可能性はもうまず低いってそこでは言ってもらいました。でただ大きさが結構あったので、どうだろう、自分の感覚としては2センチぐらい、触れれる面積で2センチぐらいあったんですけど、普通炎症とかのリンパの腫れだと1センチとか 1.5 センチぐらいが普通なのかな、とにかくちょっと大きめだなっていう印象は、医者としてもあったみたい で、あと痛くないっていうのもポイントなんですよね。とにかく私は硬いし、可動性があるんですけど痛みは全くなくて、で他に、脇の下とか足の付け根にできるアトピーが原因のリンパの腫れっていうのは確かに押すと痛いんです。だから明らかに違うし、やっぱりもしかして何か変なものなのかな、でそこではまず癌だとは思わなかったんですけど、何か違う病気なのかなっていうのは漠然と思ってました。皮膚科にかかってから悪性の可能性はまず低いでしょうとは言われてたんですけど、それでも 100% ではないし、とにかく悪性の可能性を否定するために細胞診をしましょうって提案されるんです。その細胞診っていうのが、直接しこりに針を刺して、そこの中の組織を吸い取って、それを悪性のものがないのか調べるっていうものだったんですけど、それをしたらなんと悪いのが出てしまったんです。ただその時の説明ではしこりの一部しか取ってないので、たまたま悪い細胞が出たからといって完全にそれが癌っていうことも言えないって言われたんです。逆にそれが白というか全く異常なくても癌っていう可能性もあるし、結局は生検って言って、ここのしこりを丸ごと取って、手術で取ってそれを、細胞診しないとわからないって言われたんです。なので結局で取った細胞診の意味もあまりなく、すぐ手術することに決まったんですけど、同時期に妊娠が発覚してしまったんです。もともとすごく子供が欲しくて、もう簡単な不妊治療なんですけど、ホルモン剤飲んだりして、排卵を起こさせたりとかする不妊治療をしてたので、まさかそのタイミングで妊娠するとも思ってなかったし、もう今となっては本当にいろいろと後悔というか思うところはあるんですけど、またこのことについては機会があれば動画にしたいと思ってます。で、妊娠が分かってしまったので、手術となるといろいろとリスクがあるんですよね。で麻酔だったりとか、あと、手術が終わった後の抗生剤、これもそのお腹にいる赤ちゃんの影響のことを考えなければいけないので、お腹の中に赤ちゃんがいても使えるようなすごく弱い抗生剤を使ったりとか、とにかくすごく配慮してもらって、なんとか手術を無事に終えられました。その手術なんですけど、横になったまま約2時間ずっとこの体勢でここを何かガチャガチャやられてて、本当に怖かったです。しかもそのお医者さんの会話がリアルに聞こえるんですよ。例えば私の場合だと、癒着がすごいなとかもうすごく言われてて、でもう心の中では、癒着してるってやばいのとか、もうそういうことが頭の中に回りまくりですよね。で終わってからその夜もうネットサーフィンしまくりました。しこりが癒着してたらどうなのかっていう、で結局もその答えになるようなものはネットにはなかったんですけど、そのモヤモヤした感じのまま、とりあえず退院をして、で、1週間後に予約を取ってたんですけど、もうこれもまた忘れもしない、その、1週間後、明日が病院ですよっていう前日に、私は友達4人とランチの約束をしてて、その時まさにランチ中だったんです。
したら見たこともない番号から携帯に着信があって、でそれもうピンときますよね。あ、これ病院だと思って、で前日に病院にからかかってくるってやっぱり何かあったんだと思って、もう心の準備はしました。その時それですぐに電話すると、明日は、ご家族の方と来てくださいとしてとしか言ってもらえなくて、で私が電話で無理やりやっぱり悪性だったんですか教えてくださいって言っても、明日お話ししますのでの一点張りで、もう本当に教えてくれなかったですね。なんでなのかなと思うんですけど、でももう覚悟をして、でその時旦那さんにもすぐ行って、明日は一緒についてきてっていうことで、病院に次の日行きました。そしたらやっぱり、残念なことに悪いものが出てしまったので、お腹の中の赤ちゃんはもう残念ですが諦めてくださいってすぐ言われました。もうそのことが私としてはもう本当に病気になったこととか病気が分かったことよりもその言葉が本当に忘れられないぐらい辛かったです。しこりが分かってから、悪性リンパ腫と分かるまでのお話はとりあえずここまでです。あと抗がん剤の副作用だったりとか、他に悪性リンパ腫のお話も、ちょこちょこアップできたらないいなと思っています。見ていただきありがとうございました。